体部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では171番目に置かれる。体字は体字の本字で後ろから追いかけて捕まえることを意味する。説問開示によると手を表す、またと、尾の省略型から構成され、尻尾をつかむことを表している。変貌の意図としては追いを呼ぶことや突き従うことを示しているが、 この変貌を持つ字は多くない。なお、安氏字は楷書において、体を含む形となっているが、本来、カノエと、米から構成される文字であるので、体とは関係ない。体部は、上記のようなイフを構成要素に持つ漢字を収めている。なお、中国では、体字を、霊字の簡体字として使っている。体、体は使われなくなった字であり、その字音や字義に関する情報は、 歴代の辞書や印書によりまちまちであった。現在では、おおむね、タイ字や字の本字と考えられているので、タイで示されることが多いが、韓国の辞書では、いという字音表記がなされることが多い。またしという音もあったとされる。ありがとうございます。